シャールス・アルビーニス・バルケルは、スウェーデンのバイオリニスト。ストゥーガンに生まれ、1915年まで、ストックホルム音楽院に、ラッシュ・セッテルクビストに、1917年まで、コッペンハーゲン音楽院で、ペーザメラに支持し、1918年には、ベルリンに渡って、カール・フレッシュに支持した。この間に、ストックホルム、ヘルシンボリ、ノール・ショッピングのオーケストラでバイオリンを弾いていた。 1921年にストックホルムコンサート協会管弦楽団のバイオリン奏者となり、1928年から1935年までコンサートマスターを務めている。1939年には指揮活動にも取り組み、1942年から1954年までウプサラコンサート協会の指揮者を務めた。室内楽にも積極的に取り組み、 1928年からはバルケル弦楽四重相談を結成し、1950年代まで活動している。教授活動にも積極的に取り組み、1924年から1937年までリカド・アンデション音楽院の教授を務めたほか、1926年から1965年までストックホルム音楽院の教授を務め、クロード・ローヨラ・アルゲン オットー・キンデルやラース・フリュデーンと数多くのバイオリニストを育てた。1973年、ストックホルムで死去。ありがとうございます。